おはようございます。藤川敦也です。今回は田原町さんがお書きになりました「ひょう」という曲を取り上げてみました。これは現代的な詩でありまして、ご本人は桜を題材にして書いたということでございますが、今年は飛躍の年でありまして、それをちょっと鳳凰に見立てまして、振りをつけさせていただきまして、それを踊らせていただきました。どういう感じで皆さんご覧になっていただけるか分かりませんが、どうぞご覧くださいませ。Thank you.
いかがでしたでしょうか。ちょっとバックもつけまして、いろいろと設定もしてみました。またご視聴いただければ幸いに存じます。本日はありがとうございました。